はい、どうもほがくんです。気づいたらですね、僕のチャンネル設立して3周年を迎えていました。最近ね、コンパスの先行プレイとかいろいろあってね、忙しくて、完全に頭から抜けてたんですけど、いや片隅には残ってました。でこのチャンネル設立したのが2015年の、5月ちげえわなんで5月出てきたんだ11月の、6日うろ覚えすぎる、うろ覚えすぎる。ちょっと待って調べよう。6日ですね、2015年の11月6日にこのチャンネルを設立して、3周年が経ちました。3周年経ったって言ってもね、全く実感は湧かないですね。本当に俺3年間動画投稿やってたのかっていうぐらいなんですけど、動画本数確か650本くらいかな今。多分100本ぐらい動画消してるんですけど、実際は。だから実際800本とか、あるんじゃないかなとは思うんですけど、投稿した動画は。で、このチャンネルを作る前にね、もう一個僕チャンネル作ってて、もう一個というか、このチャンネルの前にチャンネル作ってて、そのチャンネルから移行してこっちのチャンネルをやってたっていう感じなんですけど、これをね知ってる人はめちゃめちゃめちゃ子さんなのでめちゃめちゃめちゃだから、せっかくねこういう3周年経った時なので、過去を振り返るのもいいのかなということで、その時の話をしていこうかなと思います。僕ですね、一回動画投稿挫折したことがあったんですよね。でもう一回動画投稿始めて、でチャンネル変えてこのチャンネルをやってるっていう感じなんですけど、でその動画投稿挫折する前、本当に僕の一番最初の投稿した動画、僕が初めて YouTube に投稿した動画っていうのが GTA5 っていう、結構有名なゲームだからみんな知ってるかなと思うんですけど、グランドセフトオートってやつですね。あの時はプレスリだったかな、声なしの字幕の動画だったんですよね。僕のコンパス動画みたいな、そんな感じで投稿してて、ドラえもんとのび太のコスプレして街を歩くみたいな動画で、友達と一緒にやってて2本投稿して挫折したんですけど、あの時にですね、動画投稿者ってすごいなって思いましたね。僕はあの時は声出しとかもう絶対やりたくねえと思ってて、僕喫音持ってるので、喫音で実況とか無理だろうとか思ってたんですけど、そういうのもあってすぐ挫折しちゃってね。そっからどのくらい経っただろうな、1年経ってないくらいだったかな。1年経ってないぐらいでもう一回ゲーム実況やってみようと思ったんですよ。で、その時に初めて声出し動画あげたんですけど、その時に実況してたのがプレ4のね、ウィッチャー3っていうゲームなんですよね。これもそこそこ有名なゲームなんだけど、そんなにプレイ動画は上げられてないかなって感じなんですけど、そのゲーム実況して、でその時がね本当懐かしいんですけど、プレ4にね、録画機能があるんですよね。その機能を使って録画してて、あの機能ってね15分とかそのくらいで絶対に切れるんですよね確か。なので15分経ったら切って、15分経ったら切ってってやってね、めちゃめちゃ大変だったのを覚えてます。でなんかの拍子にねチャンネル変えようって思ったんですよね。理由はわかりません覚えてません本当に。その時が多分チャンネル登録者50人くらいだったかな、そのくらいの時にチャンネル変えて、でその時についてきてくれたのが7人くらいかな。こんなについてきてくれる人がいるんだなって、俺の動画を見てくれる人がこんないるんだなって、7人ですけどこんなにいるんだなと思ってすごい感動したのをね覚えてます。その移行先がこの僕のねフガスタジオ、このチャンネルですね。である時ね、僕の動画が1回バズりまして、何十万再生とかされて、でその時に登録者700人とかまで行ったのかな、一気に。である時、ある時というか
当にコンパスがリリースされた時から僕やってたんですけど、コンパスはコンパスがリリースされて半年経った頃くらいかな、なんかコンパス実況してみるかって、本当その時はね、なんだろう、本当に出来心というか、とりあえずなんか実況してみるかと思って、まあ、実況というか字幕をつける感じのネタ動画だったんですけど、僕のコンパス の一番最初の投稿した動画がの方のね、の方のヒーロースキル重ねがけした動画なんですけど、それがねすごい再生されてえ、コンパスってこんなに再生されんのと思って、でそこから僕のコンパス実況人生が始まりました。まあ有名なとこで言うとジャスティスのね移動速ダップとか、ルチの移動速ダップとかゴキジャス、ゴキルチですね。あれは確かもう12万13万再生くらいされてて、すごい懐かしいんですけど、1年半前くらいかな。まあその僕がコンパスを知ったきっかけっていうのが、一緒にねマイクラをやってた人で、その人に教えてもらってコンパスをやり始めたっていう感じなんですけど、まあその友達はね、消えましたねどこ行ったんだろうねあの人は。まあその人に教えてもらわなかったら僕は多分コンパスやってなかったんじゃないかなと思うので、本当なんだろうね、偶然というか、この人生ってのは偶然の積み重ねなんだなって。コンパス教えてもらったとしても、俺がある時コンパス実況しようって思わなかったらここにはいないだろうし、俺はちょっとねすごいなっていろいろとすごいなって思いますね。でまあコンパス実況を始めてもうちょっとで1年半、まあちょっと覚えてないんだけど、多分1年半も経ったかな。1年半経って、まあ、先日あのポロロッチョのね先行プレイに呼ばれて、やらないかって言われてやらないかっていうとあれだけど、なんだろうね、なんかいつの間にかさ俺ホモキャラにされてさ、なんなのこれ俺自分でホモですとかって言ったことないんだけどね、いつからなんだろうねなんか気づいたらそういうキャラになってた、びっくりなんだけど、やっぱりねコンパス民ってホモが多いんだなって思いますね。ほんと昔の生放送とか、昔の生放送のこのチャット欄とかもひどいことになってたから、本当にもうホモしかいねえっていう状態で、めちゃめちゃホモコメがあってね、もう俺この道で行くしかねえっていう感じで本当あれなんだけど、こうなるまでその陰夢とか全然知らなくて、もうピュアな状態だったのよ俺はところがね、ある日ホモ言われて、でねいろいろ調べて陰夢語録とかってグーグルで調べて勉強したんですから、僕本当にもうすごい勉強熱心でしょ。まあそんな困難があってね今の僕があるんですけど、まあ別に視聴者さんがね楽しければ何でもいいんじゃないかなと。僕自身はね別に、このキャラ嫌いとかでも何でもないので、面白ければ何でもいいっていう性格なんですよね僕は。サブチャンネル作った時かな、サブチャンネル作ってまあちょっと経った時くらいかな、その時にねこの僕の顔を切り取ってグスタフとかに合成したりした画像がね送られてきてたんですけど、面白いからああいうのも全然ありで、ただねまあこう僕の画像を使ってこの人セフレ募集してますみたいな、そういうことをやられると困るんですけど、そういう悪用とかじゃなかったら全然いいんですけど、どっかの広告でなんかこの人も綺麗な女の人とマッチングしましたみたいなさマッチングサイトの広告とかで使われてたりしてなければいいんですけど、まあそういえばねサブチャンネルも作って、まあいろいろ楽しく僕のやりたいように今までやってきてます。まあ僕がこう続けてこれたのもね、3周年続けてこれたのも、まあ人は入れ替わってるだろうけど視聴者さんのおかげかなと本当に思ってて、今もねコメントしてくれたり高評価してくれたりしてね、すごく嬉しいです。はい、そんな感じで、もう話すことがありません。終わろうか。
ということで、これからも僕は変わらずに変わらずにふざけた動画を上げていこうかなと思います。ついてこれる人だけついてきてください。ということで、ふがくんでした。バイバイ。